全国の競馬ファンの皆様、こんにちは。北海道競馬、紋別競馬場でございます。今週のレースがいよいよ始まります。火水木、3日間ですね。木曜日の重賞、赤レンガ記念を中心にお楽しみいただきますので、また今週も紋別グランシャリオナイター、お楽しみください。さて、今日のレースが間もなく始まりますけれども、昼一番のコーナー、今日は楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。お願いいたします。こちらこそ。暑いですね、やっぱりね。北海道も。そうですね。まあちょっと土日が雨も降りましたんでね、蒸し暑さというのも昨日まではありましたけども、はい、今日はまだね、湿気の部分ではないかなという感じはするんですけども、確かに爽やかさはちょっと違いますかね。私は今朝東京に来たんですけれども、はい、気温はね、東京も昨日、おとといあたりはそこまで上がらなくてね、まあまあ、まあ暑い暑いですけど、まあ土日はね、ちょっと残念な雨の週末でしたけれども、あの札幌のグランドオープンもありましたんでね、どうかなというところだったんですけれども、あのまあまあ今日北海道競馬晴天ですので、ですからね、土日結構雨降りましたから馬場状態心配されましたけれども、昨日今日と天気が良くてね、なんとか両馬場まで回復しましたね。はい、スタートは両馬場ということで、またあの馬場の話もね、今日はあの間のコーナーで取り混ぜながらですね、お届けをしていきたいと思います。さて古谷さん、はい、なんと今日は古谷さんの、今高倉さんのコーナーはね、アカデミックアイっていう名前でやったんですけども、ね、古谷さんのコーナーができました。まあ作らなくてもよかった。なんでそういうこと言うんですか、昼一から。いや、古谷さんにもやはり馬の話をこうじっくりしていただきたいということで、今、あの仮の題名はですね、古谷武彦の馬産地ダイブ。なんかのパクリじゃない。やっぱりちょっと気づきました。いや全く同じですと思うんですけど、一応でもこれ仮称ですので、あのもしあったらの実況室のメールへあのいいタイトルをですね考えていただければと思いますが、馬産地の話題をね今日はお届けしたいと思うんですが、はい、あの2週続けてあのやはり競争馬セールの一番のね、あのハイライトのシーズンでして、はい、この2つのセールを、大きなセールを振り返っていただきたいと思います。セレクトセールが先々週、そして先週がセレクションセールというところ、まずあの全体的にですね、古谷さんもセールあの取材などで参加をされて、全体的な印象どうだったかというところからお話をいただきたいんですけれども、はい、まあ、あの天気に恵まれたというのがまず何よりなんですかね、はい、この時期ですとどっちかは雨にたたられるということがセレクトかセレクションかね、はい、まあ、両方ともに天気には恵まれたセールだったということは言えます、はい、またあのセレクトセールに関しては、うん、ここ最近東西よりも一歳の方にちょっとあの力の入れ方が徐々にシフトしつつある感じでね、で実際売却率はずっと一歳の方が高かったんですけれども、今年は東西が一歳の売却率を上回るというね、これが関係者みんなびっくりしてましたね。じゃあ早速そのあたりの数字をですね、あの詳しく古谷さんにも見ていただくことにいたしましょう。なんと数字がちゃんと用意されておりまして、今お話のあったのが先々週行われました日本競走馬協会主催のセレクトセールでございます。ノザホースパークでね、ここ2日間にわたって行われまして、1歳と当歳それぞれ日を分けて行われました。で今数字、これいわゆる指標セールの結果なんですけれどもね、まとめてご覧いただきます。今古谷さんがおっしゃったのはここで言う、この表でいうとこの落札率、はい、ここですよね。あの2日目の当歳市場の方がなんと1歳市場の落札率を上回ったということ、これは初めてのケースだったかなと思うんですけどね、あのやはり普通に考えればですね、当歳はまだあの競争に出るまでに少し時間もありますが、リスクもありますし、買う側からしたらですね、いろんな要因で、あでもこんな数字いくんだというところもあるんですが、そうですね、あの平均価格という点で見ると、はい、あの毎年当歳の方が高いんですけれども、うん、ただ、まあ、先ほど坂瀬さんからもお話あったように、やっぱりその競争場までの期間が長いですから、はい、リスクもあるということで、まあ、早いもの勝ちというか、その早いもの、いいものを早く抑えたいという心理から当歳は高く売れるというケースはあるんですけども、売却率という点でいくとやっぱり即戦力の方が求められるので、競争場に近い1歳の方が、まあ、売却率は高くなるというのは自然な流れだったんですけども、うん、1歳市場の方がご覧のように、まあ、各数字見てもまあまあ横ばいと言っていいですかね。括弧の中は昨年の数字なんですけれども、で東西の方はご覧のようにですね、数字が跳ね上がりまして、うん、去年に比べると、まあ、その部分はもう落札率が上がっていることが顕著に出てますよね、うん、はい、あの実際東西の市場に関しては頭数も昔に比べたら逆に少しずつ減って1歳の方にシフトしていってるんですよね、はい、そうですね、
あとは日高に関して言えば、かつてはセレクションセールが搭載セッションもありましたし、はい、オータムの初日に搭載を組むという時もありましたけれども、うんうん、それがなくなりまして、まあ、搭載はこのセレクトセールでしかこうもう上場できないという部分で、日高の人たちにとってはこの搭載市場はかなり自信のある馬をもちろん送り込んでいるのもあるんですけども、はい、日高の馬の搭載の売れ行きも非常に良かったですね。まあ、そうですか、まあ、まさに一言で言って活況と活況でしょう。このどうですかこれ合わせて125億ですよ。すごいことだって。これが税抜きですから。あ、そうなんです。これすみません、あの価格は今日は全部税抜きで、揃えさせていただきました。だからあの一切は税抜きで去年より下がってるんですけども、はい、税込みで言うと去年を超えてるんですよ 3% 実はね。だから、まあ、その 5% と 8% の違いはあるんですけども、はい、やっぱその消費税分も見越して競り落とすことを考えてる感じは伺えたんですよね。なるほどね。まあ、当然払うときにはね、同じことで払わなきゃいけないわけですからね。ですから、バイヤー側も非常に競りに慣れてきたというのは大きいんじゃないですかね。これがセレクトセール2014、こちらの結果でございました。さて、続きましてはこちらですね。その翌週に行われましたセレクションセール、1歳の市場でございます。22日、1日で行われました。上場248頭で154頭が売れて、まあ、落札率だと売却総額はご覧の通りというところですが、こちらの方はどうご覧になりました？はい、まあ、上場頭数が去年より約1割増えたんですけども、はい、まあ、これはエンパイアメーカーがやっぱり日高期待の種牡馬ということもありますし、はい、JBBA 軽量種牡馬ということで、うん、日高の生産者も多くつけられ、はい、また産駒頭数も多いということで、うん、そのエンパイアメーカーのお披露目的な意味合いも込めて、そのエンパイアメーカー3区をちょっと多めに選出してるという話があったんですよね。だから、はい、あのエンパイアメーカー分去年より増えているって考えていただいていいと思うんですけども、まあ、上場頭数が増えればやっぱり売却率は下がることは懸念していたという話なんですけれども、まあ、それはあの運営側の話ですね。はい、まあ、2% 弱の減であれば、はい、まあ、割と少なかったかなと、あの、うん、その心配の面はそんなに感じられなかったかなという話はしてましたね。逆に言えばそれなりにしっかり。そうですね、まあ、今年に関しては上場、売却頭数をなんとか増やしたいという話、はい、目標があったそうで、うん、その売却頭数に関しては去年よりは伸びてるんですよね。はい、その部分では一つの目標は達せたかなという話はしてました。こちらセレクションセール、従いましてこう2週続けてあのしかるべく成果は上がったというふうに言って差し支えないですかね、どちらのセールも。まあ、そうですね、セレクションが4000万超える金額というのは久々ですしね、はい、あのよく言えば選抜セールなんでね、もうちょっと売却率が高ければ本来はいいんでしょうけれども、うん、まあ、かつては 60% もいかない競りでしたから、今は 60% は超えているという部分では、まあ、来年に関してはやっぱりもうちょっと選抜はした方がいいかなと、ああ、やっぱり去年並みの上場頭数にしていった方がいいかなという分析はされてましたね。はい、それぞれのセールのまずは全体のですね、成績、古谷さんの印象も含めてお話をいただきました。取材内容も含めて話をしていただきました。あと気になるのはね、やっぱり我々的にはこっちですよ、お高かった馬このぐらいいましてですね、まあ、上位5決ということでセレクトセール搭載の方はあの5位が同額なので、6頭上がりました。やっぱりディープインパクトなんですね。ディープが中心ですが、はい、ただビクトアルピサーがね、初年度の搭載ですね、昨年も1億円超えが新種牡馬で唯一出たんですけれども、はい、今年も、まあ、ミキアイルの弟という血統背景ももちろんあるんですけれども、はい、ミキアイルはディープインパクトで8000万くらいでしたからね、うん、そのお兄さんを大きく上回る取引ということになりました、はい。で今年のセレクトセールでいうと一切はダイバメジャー3区も1億円超えが出たんですよね、カレンブラックヒルの前提ですけど、はい、また搭載では初めてステイゴールド3区から1億円超えが出たんですよね。これはびっくりしましたね、はい、まあ、今年のクラシック戦線を賑わしたロサギガンティアの弟に当たるんですけれども、ステイゴールドで1億円を超えて、
またハーツクライはやはり春の G1 の大活躍が、はい、評価を上げましたよね、うん、ここにはそのピラミマの2014のみですけれども、全体的にハーツクライ3区は、はい、バイヤー側が求めているという声が非常に多くてね、あ、そうですか、活気のあるセールだったんじゃないかと思いますけれども、はい、実はそのハーツクライという意味ではもう一方のセレクションセールの方が上位を見るとですね、もう軒並みハーツクライが高い値つきまして、はい、まあ、ディープインパクトの3区が上場ないですからね、うんうん、やっぱり注目はキングカメハメハかハーツクライかということになるわけですけれども、はい、この世代ですね、1歳世代の時はハーツクライ3、ハーツクライの種付け量が下がってるんですよね、あー、タイム的に、300万ぐらいだったと思うんですけども、はい、その下がった時を狙って日高の人たちがかなりつけてるんですよ。ですから社会グループももちろんハーツクライさんが注目されるんですけれども、はい、ハーツクライさんを探すというと日高の方が意外といるというのがね、知ってる人は知ってるところで、あ、まあ、それが顕著にセレクションセールで高額取引が続々と出たということになるのかなと思うんですがね、ある意味日高の生産者の方で、まあ、勝負かけてハーツクライでタイミング的に今このタイミングいいタイミングになったですね。そうですね、まだファンクデビューしてない時でしたし、うん、アルカイクレディの2013は梅田牧場さんですけども、やはり梅田さんも最初からスタートインした時からハーツクライを狙ってたんだけども、やっぱり1年目2年目はとても高くてつけられなかったと、はい、だから3年目に下がった時にこれならと思ってつけて生まれた子が、まあ、結果としてこの4000万超えることになったので、すごく待った甲斐がありましたという話をしてましたね。ちなみにこのアルカイクレディは、はい、今の当歳、今年生まれた子もハーツクライ3区ということでしたね。もうこれも評判がね、おそらくまた上がるかな、はい、この後ね、年を経て、まあ、もちろん各馬ね、この後デビューしてどうって、まあ、セレクションのね、やっぱセレクションらしいっていうのはこの谷野銀ブレッドで2750万円、本当ですよね。かつてはニューイングランドが3000万を超えるとかね、はい、馬を見る人たちのしのぎ合いというのがね、セレクトセール以上にこのセレクションセールは思わぬ競り合いになるというのがかなりあるんですけども、銘柄だけじゃないってことですよね。そうなんですね、このクニエサニティの2013は、はい、ちょっとびっくりしましたね、うん、それぞれのセールの表情の違いみたいなものもね、ありそうな感じがしますけれど、7月に行われたセールを振り返っていきました。さて、今後の競走馬セールの予定もね、最後に確認をしておきましょう。今年はあと競走馬セールという意味ではこれで、今日実は九州市場なんですね。はい、はい、まあ、ちょっとね、20頭弱と少ないんですが、はい、もう終わってますかね。ぼちぼち終わる時間だと思いますけど、はい、で、八戸が8月入ってすぐ、これ古谷さんも行かれるとおっしゃってましたね。はい、来週行きます、はい、あとはサマーセール、オータムセール、東北海道市場、市内で行われますけれども、こんな風になっています。もう時間なくなってきましたけれども、どうでしょう、見どころみたいなものもしあれば簡単に。うん、まあ、サマーセールは国内最大市場、上場等数という面でね、はい、この4日間は、かなり揃うと思いますよ、うん、セレクション弾かれた組でも決してなんで弾かれたんだろうという馬もたくさんいますし、はい、またセレクトからの再申し込みの馬などもいますので、はい、うん、サマーセールはやはり注目ですよね、はい、ぜひともそんなセールの動向も例えば週刊誌なんかでもね、随時こう報じられると思いますので、皆さんぜひともご注目いただければというふうに思います。今日はですね、仮の題名ですけれども、古谷武彦の馬産地だよりということでね、競走馬セールのここまでの動向についてお話をしてまいりました。こういう馬産地の話もこうちょっとせっかく馬産地競馬ですから、随時ね、古谷さんに情報提供いただければと思うんですが、はい、浮かない顔してますね。そんなことまでやれる段階だったら、うん、まあ、今日も今明日の新聞用のね、はい、馬産地ネタを原稿書いてるところで、そうですね、まあ、調べてるものだったからこそ喋られるというよかったです、まあ、あるんですけど、はい、ぜひともいろんな話をね、幅広くまたお伝えしていければというふうに思います、はい、さて、時間なくなってきました。レースの話あと1分だけいきましょうか、はい、今日の注目レースということで、古谷さんに9レース紋別の9レース取り上げていただきました。これ馬の名前を覚えておいていただきましょう。はい、もうバンブーバッジョ、はい、毎回この馬出るときは取り上げてますけれども、はい、前回はね、ちょっとハイペースを追いかける形でいっぱいになりました、まあ、道中引っかかってたのもあるんですけれども、うん、今度は本来のその決め手を生かす競馬になると思いますんでね、はい、もともと
中央でもすごいことをしてのけた馬ですから。でもしっかり走ってますよね、こっちでの2戦はね。割とフラフラしないでね。ねえー、バンブーバッジを今回はなんとか勝利を期待したいですね。はい、馬単1着固定で。もうこのまま勝利に期待というね、はい、門別級です。バンブーバッジをぜひともご注目いただきたいと思います。さて、ここまでお話をお届けしたところで時間になりました。この後は門別1レースから、今日は11レースまでですね、最後のレースに、2歳馬の特別レース、ターフチャレンジが組まれていますので、こちらまでご注目いただきたいと思います。この時間のお話、古谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後はパドックに皆さんをご案内いたしましょう。